出所出所出所电话白骨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 白猛毒サソリサボテンですもんね。仲間やってもよかったんだけど、じゃあお前が条件だったのだよ。俺ね、マシャナ頼んでやるよ。その代わりお前3連敗したら風呂足やめて帰れ。わかった。わかりました。わかりました。今日で終わりにならないように俺は絶対這い上がってくるから、お前は俺のこと全然眼中ないかもしれないけど、お前は俺にとって生涯の恋人だよ。絶対逃がさんから。おい中巻、お前はなもう新日本プロレスの東京ドームには出れない。徐々にこれから気合が入ってくるんじゃないですかね。あんまり深く考えるとね、これは出たとこ勝負ですね出たとこ勝負というか、緊張してもしょうがないんで、まあ、さっきサソリもサボテンもちょっと見せてもらったんですけども、どっちもとっても危ない要素でね、サソリなのちょっとシャレにならない感じなんですけど、まあ、自分で発案されたとはいえ、サソリの毒なんか決戦もないっていうことで、どうですかね、どんな展開になるんでしょう。そうですね、まあ出たとこ勝負ですアルティメットなんかと違いますよ。またあの作戦ですけど、あれはね、これは深く考えたらできませんからね、こういうことは。極めて気楽に考えてますまあ東京ドームの出場決定、アルティメットにも出て、はい、本当に急激な展開だったんですけど、今日は、まあ、中巻選手の引退もかかってるということでね、うん、
そうですね、ここに一発大日本プロレスともちょっと新日本が出ないということで和解しましたんで、ここで一発勝ってですね、エースの座を取ると、じゃあもう大日本と決別ということではなくて、それはな話し合いで、はい、和解しましたんで、まあ、この間のアルティメットのこともちょっとまあお伺いしたいんですけど、はい、ダンスバン戦、まあ、すごい緊張感の漂う試合だったんですけど、どんな感じだったでしょう、はい、もう、ですか、まあ、理屈じゃないなと、ね、スバンの力を、ね、底力というか、本当感じましたね、もうなんか2本の本当、鉄骨かなんかがあるような、2本の腕がですね、そのぐらい力ありましたね、スバンの腕は。スピードも相当ある選手だったんですからね、なんともならなかったですね、見るとやるとは大違いですね。それとまたまた改めてその新日本プロレスとのまあことなんですけど、はい、まあ無他戦を蹴ったということで、その辺の心境ももとまたもう一度お伺いしたいんですけど。そうですね、とにかくインディ相手に商売をするなと、それだけですね、はい、またインディ批判をしてなければまた違ったんでしょうけどね、ああいったことがあって、それでなんていうんですか、興行として使うというのはもうそれはちょっと許せないですから、あれがなければ純粋に戦ってみたいという気持ちもまだ湧いたかもしれませんけどね、だからどっちにしても自分はメジャー団体では引かれない人間なんで、とにかくインディーでこの道一本で、はい、まずは今の心境からお伺いしたいんですけど、まあ、今日負けたので引退で、つまりそうサボテンサソリっていうより、この相手を逃がしたくない、向こうは俺のことをどう思うかしないけど、俺はもう生涯かけてもこういう対戦相手はもういないと思うんですよ、僕 あのデスマッチ、僕はデスマッチしかできないですから、聞いて、だから新日本運動法じゃなくて、この俺がもう心底惚れた恋人ですよ、松永光弘は、敬意を表して、だこの間に今日で決着つけられちゃったら俺も二度とできなくなっちゃうから、そのためにも俺は今日は絶対勝つ。まあ、でも先ほどサソリもサボテンも見せていただいたんですけど、ね、もうものすごくこう危険なね、本当シャレにならない感じだと思うんですけど、サボテンもちろん、サソリもすごいけど、松永光弘はもっと危険ですからね、まずあいつを倒さなかったらね、うん、そのためにはサボテンとはっきり言って、サソリには俺の味方になってもらう、そしてあいつを倒しますよ、はい、まあ、この一番が終わると、まあ、今日当然負けるわけにいかないので、と長野選手との東京ドームが待っているわけなんですけども、まあ、これもまあファンは、大日本のファンはすごく複雑な心境でね、この試合を見てるんじゃないかと思います。俺さえ見ればもう長野なんか大したことないよ、松さんから比べれば、このデスマッチから比べれば、正直言って全然怖くないし、なんとも思ってないですよ、別にこれといってただ東京ドーム行って試合をするぐらいの気持ちですよ、これだからやるからどうのこうのとかいうのはないね、全然。それより今日とにかく今日ですよ、久々に俺今日は眠れなかったよね、まあこんなことなかったけどね、デビュー戦の時でもぐっすり眠れたんだけど、今日はさすがにね、昨日の夜眠れなかったよ、いろいろ考えちゃって、まあ、引退っていうのを突きつけられてますからね、だからカクタスジャックとこの松永光弘っていうのはね、やっぱ僕にとっては本当に生涯にかけてあれしたいですね、はい。第1試合もありますし、まあ、小林選手ということでみんな、まあ、頑張れ頑張れって言うんですけど、なんかみんなが言ってる以上になんか緊張しますね、いつもやってるとか言われるんですけど、やればやるほどなんか強くなっているような気がするんですよ、なんか向こうも後楽園ですし、久しぶりの試合じゃないですか、だから向こうも気合が入ってると思うんで、今回は侮れないんじゃないかなと思うんですけど、そう、新日本のファンから見てると殴られないような試合をしたいと思います、はい、僕のヘッドバットを見てください。あれ
México para la empresa mexicana de lucha libre. He tenido muchas luchas importantes de máscara contra máscara, entre las que recuerdo le quité la máscara a Warrior Steel, Canaima, Goleador, Hechicero, entre otros. Espero dar una buena lucha y que sea de su agrado. Muchas gracias. Buenas noches, querido público de Japón. Nuevamente me encuentro aquí entre ustedes para darles lo mejor de la lucha libre mexicana. Muchas gracias. ロッキー選手は自分がまだファンの頃に非常に好きだった選手で、それとコーラ剣で当たれるっていうのは非常に嬉しいことなんで、ファンタスティックっていうのはもう戦ったことはないんですけど、メキシコではよく2人で組んでたパートナーみたいなものだったんで、ちょっと今日は思い出のある試合で頑張ります。コウ選手なんですけど、はい、僕も初めてお目にかかるので、まずは自己紹介みたいな。はい、この度メキシコから4年間修行して帰ってまいりました悟空です。よろしくお願いします。今日の相手はですね、ロッキー・サンタナファンタスティックということなんですが、ロッキー・サンタナっていうのは、まあ、自分がルチャを教えていただいたっていうこともあるので、いわば師弟対決で、メキシコでも何回かやったことあるんですけれども、いつもちょっともうちょっとのところで倒せないんで、今日はもう母国日本で初めてのファイトということで、彼を倒すことで錦を飾りたいと思います。田尻選手は1月4日東京ドーム、はい、大谷慎二郎戦が決まったわけなんですけども、はい、これまたハードな相手で、そうですね、これはやりがいがあるんじゃないですか。そうです。はい、どんな感じですか。まあ、日本のジュニアで 1-2 争う選手なんで、特に負けてもガンガン、認められるようとにかく頑張ります。ドクトルワグナーとこれで試合ができてるわけですか。一発のし上がるチャンスです。そうですね。このチャンス絶対逃がしません。危ない、カブロン。Oh!
やさあこらわあはい試合時間10分経過フェンフィニッシュかフェンフィニッシュかあっ
ダメだ、中でやれ、中でほら押さって、押さえくぜ、下がって、大宮スケートセンターでその時も来ないから今日も来てないだろうと僕は思う、うん、彼らの、それだけ度胸のある選手はいないだろうし、怒ってくださいよ、うん、怒ってくださいよ、いや本当ふざけんなってんだね、まあ、ただね、僕らは大日本プロレスの社運をかけてね 1.4 突き刺さるもんで、うん、とにかく負けるわけにいかんと 1.4 を境にして大日本プロレスがメジャーになるか、これこの先インデで、我慢するか、うん、そういう分岐点なもんですから、うん、で今言ったようにその新日本プロレスの選手のスケジュールの方が分かってるんです、分かってながら言ってるんです、ということは それだけ向こうの選手の層が厚いということですよ、一人二人抜けたってどうってことないです、これはで、だからそういう部分でね、彼らは来てほしい、これは当然何
やってもらって気が入るよ。ねえ、ありがとうございます。僕も4人の中のメンバー選ばれたから、明日から若いやつ一生懸命練習して 1.4、 その前に1月2日のこの大会で彼らの顔をもう一回見たい。こちらの野郎、くだらないことばっかりしてやがって、この野郎聞いててやんなってくれよ。まあよく今日見てね、あいつらドームにお前命かけて何やがろうが、お前平成新軍の方がすごいってことはよく分かったよ。だからお前最後の試合も見るでも何もねえって、あいつに何ができんだってふざけんじゃねえって。桜田の野郎なんか何しに出てきたってドームで一発潰してやるな、後藤が。ああ桜田行ってけ、死ぬ気で来いって。本当にマジで死ぬ気で来いって言うか、ぶっ殺しだろ。まあ、小鹿は甘いって、考えが甘いって、何ができるって。こういう糸らの背びれを着てやれば体もそんなに動かないし、今度は掴む時は今言ったように練習着を着て皆さんに挨拶したい、新年の挨拶したいと思います。今日は本当にありがとうございます。選手とは特に東京ドーム1月4日戦うことが決定したわけなんですけども、はい、まずはこの新日本プロレスとの対決について今どんなこと考えているのか。そうですね、僕も新日本に元出てたので、まあ大体今いる選手と当たったことありますんで、まあ、後藤ともパートナーとしてやったこともあるし、アメリカでね、で日本でも何回かパートナー組んだんですよ。まあどのぐらい、ね、強くなったか、まあ1月4日ですか、ドームで当たって見てみます、どのぐらい強くなったか、はい。まあ、今新日本の越永選手、後藤選手が乱入した直後なんで、はい、ちょっと興奮状態って感じなんですけど。そうですね、なんかいよいよ新日本プロレスが来たって感じですよ、ね。そうですね、今までテレビで見てた人がね、もう間近に来たんでね、来るところまで来たなっていう感じで、まともにはできないっていう感じで思います。起爆剤になりそうですね。そうですね、腹立ちますね。まあ、でも尊敬、ある意味で尊敬もしてますから。ただドームではね、自分は外なんですけど、いずれやってみたいなっていうのがありますね。ハンドナガサキヤマパワー、You're gonna face Gray Scar and the GC. You've never stepped in a war zone with two monsters before. Tell them, Dusty! If we get our hands on you, it's gonna be all over. And the Gray Scar and the Juicy will become victorious. We're coming after you! Let's go!
大日本プロレスともね、和解したことなんで、これからもデンジャーロードを突っ走ります。気持ちさせたりね、こう嫌な思いさせたりしてたかもしれないですけど、まあ生き様とか戦い様を見てほしい。しかも本当に真剣に一日一日頑張ってるから、皆さんよろしくお願いします。
ジオです。行け松永松永松永大丈夫だから大丈夫Yeah!
か。これでまた松坂と戦えるのが大きいよね。うん、俺はまだやりたい、やりきりたい気をかけてて、自分で言ったことだから責任取るけど、でもこれでまたさ、ゼロになってさ、またやれるから明日から。いや、今日はその意味ですごい良かったです。ああ、綾毛、今日の人の気持ちを考えて東京ドームのリングに上がりたいと思いますよ。いや、心強くなりまして、どんな技とか覚えてたり、僕は僕なりにいろいろ考えてたね。10キロ肩絞ることと、もっと、じゃあ俺も俺なり自分流なんて言ってるけど、俺、今まで死ぬの番組なんか見なかったんだけど、毎回蝶の番組見て、ビデオも見て、いろいろ考えてたけど、そんなの考えなくてもいいってことは今日分かった。俺は俺流でいきます。今日の気持ちをそのままぶつければな、いい、それでいいや。この小さい後楽園本かもしれないけど、これだけいっぱい入ってきたんだから、松坂が応援するファンもいて、俺に応援するファンもいて、いいよ、当たってね。だからそういう意味ではやってよかった。自分決意を持って臨んだから。確かに俺たちは下手かもしれないけど、下手だけど一生懸命やってるから、こうやって今日みんな応援してたと思うんですよね。その気持ち一からまた忘れないようにして、よそとか今までいろんなこと考えて、よその団体のこととか、同じインディーの中でも同じようなことやってる関係で、もうそんなこと考えないで、もう突き進むなら突き進んで、もううちは汚いなら汚い、よそにないやつをこのままやっとこうと思う。このままうさくささで押していきますよ。今日はどうもありがとうございました。1月2日2人まとめてやっと松田にも言えるようになったら、剣道の話がいいじゃないの、いつまでもくすぶってないで、本当に今日みたいに出てこいって。また再生したっていいよ、このサボテンでもいいし、他の何か何松田が何かいたって、硫酸だとか、許可が下りるなら俺は何だってやってやるよ。俺は逃げないよ、硫酸でも何でも、蛍光灯でも何でも俺やるよ。今日みたいにこんなファンがありがたいぞ、もう大丈夫だ。確かに、いや、今日は誘い、はっきり言って誘いまで考える余裕なかったですよ。いや、もう与えられるルールは僕は聞いてましたよ。でとにかく前に松田が立ったら、あの松田が立ったんだから、もうそれで、もう始まるんだなっていう、そういうことですね。で、また同じことやれてたら、俺は今度は もし俺はピラニアやってないんだから、これピラニアじゃなくてサメでも何でも俺やったりよ、ああ毒蜘蛛でも何でもやったりよ俺は。今日の選手をこの上の上に上げるってことは、はい、このデスマッチの場合、いや向こうがやるならデスマッチで俺はやりたいよ。でもなんかその張さんと張選手と一緒にやってる人がデスマッチでも何でも来いって言ったでしょ。それは一つの進歩じゃないですか。そう、新日本の選手の中でもそういうこと言うっていうのは誰か言ったんでしょ。デスマッチでも何でも来いって言った、優勝戦でも何でもやるっていうやついるんでしょ、その信用の中に。それは一つ、いや俺たちのこともある程度は嫌かもしれないけど認識したってこと、来たことじゃないかな。今日のこの、ね、うちみたいにこんな力のない会社がここまで後楽園ホールに集まってきてたファンのことを考えたらさ、僕は感無量だし、もう責任もあると思うんですよね。最後メインで戦った2人は、はい、それであの水槽に落ちた時は、いや落ちたんですか俺。いや分かんないですね、はっきり言って。サボテンが痛かったですよ、はっきり言って。サボテンのパワーボーは、画鋲のパワーボーなんじゃないな。もうこれでダメかと思いましたよ。あれでホール取られてたら俺負けてたね、ホールの試合だったら。いや、もう立ちたくなかったもん、俺。あー、聞いたですよ。ですか。おめでとうございました。そうなの、今日引退しないで済んだ、ファンに一言で言っていただきます。そうですね、もう引退より、明日がまた、やり直しだし、大きいもんしょっちゃいましたよ今日、はい、これだけファンの目が来ちゃったじゃないですか、はい、もうこれは責任大きいですよ俺ら。俺特にどうも出るじゃないですか、インディー代表として、はい、いや俺のこと代表だと思ってないかもいるかもしれないけど、だけど一応出るじゃないですか俺が。だからもうすごい重いもんしょっちゃったんですよ。これ生々な気持ちでできないですね。新たにそういう気持ちになりました。ありがとうございます。